ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。今日も御言葉の時間がやってまいりました。오늘말씀시간이열어되었습니다今日も御言葉で主の勝利が満ち溢れるように期待いたします。오늘도말씀을통해서주님의승리가차고넘치기를기대합니다。じゃあ聖書読みます。성경말씀보겠습니다。시편24편1절から10절までです。시편24편1절에서4절입니다。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊をあがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊をあがれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王。アメン。시편24편말씀입니다。땅과거기에충만한것과세계와그가운데사는자들은다여호와의것이로다。여호와께서그터를바다위에펼치우시며요강들위에건설하셨다。여호와의산에오를자가누구며그의거룩한곳에설자가누구인가。곧손이깨끗하며마음이청결하며뜻을허탄하게두지아니하며거짓맹세하지아니하는자로다。그는여호와께복을받고구원의하나님께의를얻으리니이는여호와를찾는족속이요야곱의하나님의얼굴을구하는자로다。세라。문들아너의머리를들지어다，영원한문들아들지어다。영광의왕이들어가시리로다。영광의왕이누구시냐，강하고능한여호와시요，전쟁에능한여호와시로다。문들아너의머리를들지어다，영원한문들아들릴지어다。영광의왕이들어가시리로다。영광의왕이누구시냐，はい、今日は栄光の王が入ってこられるというタイトルですね。오늘은영광의왕이들어가시리로다라는타이틀을말씀드리겠습니다。はい、今日は詩編24編から祝福のメッセージを受け取ります。오늘은시편24편에서축복의말씀을드리겠습니다。まず今日私たちが明確に覚えたいことは、오늘먼저우리가명확하게기억하고싶은것은聖書が語っていることなんですけど、성경이말씀하고있는것입니다。もちろん様々なことが聖書を通して語られているんですけど、물론여러가지많은것들을성경에서말씀하지만その根本的なものです。그근본적인것입니다。基礎となるものです。기초가되는것입니다。それは神が天と地を創造されたということです。하나님께서천지만물을지으셨다라는것입니다。創世記1章1節を読みましょう。創世記1章1절을보겠습니다。はじめに神が天と地を創造した。아멘。태초에하나님이천지를창조하시느니라。はい、この世界の始まりは神様であることを教えているんです。이세상의처음이바로하나님에의해서시작되었다라는것을가르쳐주십니다。神様によって天にあるものも地にあるものも創造された。하나님에의해서하늘에있는것도땅에있는것도모든것이지으셨다。今日初めに読んだこの詩編の24編の1節2節を見ればですね、同じことが書かれてあるんです。오늘읽었던그시편의1절2절말씀을본다면또동일한것이기도했습니다。1節を見ればこの世界にあるものすべては神様のものであると語られているんです。땅과거기에충만한것세상세계와그가운데사는자들은다여호와의것이로다라고하십니다。また2節を見れば、2절을본다면神様がこの世界を創造された。하나님께서이세상모든것들을지으셨다。神様によって地のもとへが据えられたと教えられています。하나님께서그터를바다위에세우시미요。私たちがまず今日受け取るメッセージは、오늘먼저우리가얻고자하는메시지는神様によってこの世界は創造されたということです。하나님에의해서이세상이지어짐을받았다라는것입니다。この世界だけではありません。이세상뿐만이아닙니다。宇宙空間も含めて天にあるもの、地にあるもの、すべてが神様によって創造されたということです。宇宙空間에있는모든것들이하나님에의해서짐을받았다는것입니다。시편89편9편11절입니다。시편89편말씀입니다。11절。89편11절입니다。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たすものはあなたがそのもといを据えられました。アメン。하늘이주의것이요땅도주의것이라。
세계와 그 중에 충만한 것을 주께서 거쳐놨었나이다. はい。あ、地だけではなくて天も神の創造の技と言ってるんですね。땅뿐만이아니라하늘의것도주님께서지으셨다라고하십니다。初めに神という方が存在していました。먼저하나님께서존재하셨습니다。で、その存在されていた神様によって天地万物のすべてが創造されたというんです。그하나님에의해서천지만물모든것이지음을받았다라는것입니다。そして重要なことは、그리고중요한것은、神様の創造されたものの中には人間の創造もあったということですね。하나님께서지으신그가운데인간의그창조또함께있다라는것입니다。創世記1章を見れば、창세기1장을보면神様は6日間で天地万物を創造されたとあるんです。하나님께서6일간천지모든것들을지으셨다라고기록했습니다。6日間の中で神様はこの世界にの必要なものすべてを創造したんです。6일간이세상에있는모든것들을주님은지으셨습니다。そして注目することは、그리고注目하고싶은것은6日目の創造のクライマックスで創造されたのが人間だということですね。6일째제일마지막클라이맥스에서창조하신것이바로인간이다라는것입니다。人間の創造を終えて神様の創造の働きは終わったんです。인간의그창조를마치시고하나님의그창조가끝났습니다。その意味は、人間を創造するために神様この世界を創造されたということです。인간을지으시기위해서이세상모든것들을지으셨다라는것입니다。人間をこの世界で生かすために。인간을이세상에서살리기위해。そのためにこの世界のすべてが創造されたということです。그것을위해서이세상모든것들이지음을받았다라는。人間がこの世界で生きるために。인간이이세상에서살기위해서。すべての必要を準備して。모든필요를준비하시고。それから人間を創造されたんです。그후에인간을지으셨다라는。神様によって創造された被造物どれも特別な存在です。하나님에의해서지음을받은피조물모든것또한특별한것입니다。なぜならそれらすべて神の創造の技だからです。왜냐하면그모든것들은하나님이지으신그지음의창조물이기때문입니다。太陽も月も星も尊いんです。달도별도해도모든것이귀합니다。山も川も海も尊いんです。山과바다와그리고강도너무나귀한것입니다。空を飛ぶ鳥も海の中に住む魚も全部尊いんです。하늘에나는새도그리고바다안에있는그모든것또한귀합니다。しかし神様はそれらすべてを創造した後に一番最後に人間を創造するんです。하지만그런모든것을다지으시고난다음마지막에인간을지으셨습니다。その意味は、それほど人間が尊い存在であることを教えているんです。그정도로인간이너무나귀함을가르쳐줍니다。人間がこの世界で生きるために、인간이이세상에서살기위해서、すべてのものが準備が整ってから、모든준비가다되고채워주고난다음それから神様は人間を創造されたんです。그후에인간을지으셨습니다。そうであるならば、그렇다면この世の中で生きる人の中で尊くないと思える人は一人もいないということです。이세상에살아가는모든인간가운데귀하지않다라고생각되어지는사람은아무도없습니다。どんな人でも어떤사람이라도神様の目には高価で尊い存在である。하나님의눈에서는너무나도보배롭고존귀한사람입니다。特別に愛されるべき存在だということです。특별하게사랑받는그러한존재라는것입니다。まるでそれは家庭の中に新しい命が生まれてくるのと同じであります。新しい命の誕生がその家庭にとってどれだけ尊いものでしょう。新しい命が誕生するために両親は全てを準備するということです。生まれてきても不便がないように洋服を準備するんです。태어나도불편함이없도록모든옷을준비합니다。彼らが寝ることのできるベッドも準備するんです。그아이들이잘수있는침대도준비합니다。おむつも準備するんです。그리고기저귀도준비합니다。まず準備するんです。먼저는준비하는것입니다。準備を整えてから新しい命の誕生を待つんです。그리고모든준비를끝내고새생명의탄생을기다립니다。私たちという存在は神様にとってそのような存在なんです。우리들의존재또한하나님에있어서그러한존재입니다。神様の目に尊い存在なんです。하나님의눈에너무나도보배롭고존귀한존재。私たちは愛されているんです。우리들은사랑받고있습니다。もしこの世にいる誰からも愛されなかったとしても、이세상에는누구에게도사랑받지않았다할지라도、神様はあなたを愛しているんです。하나님은당신을사랑하십니다。今日も私が生きているということならば、その人は神様に愛されている証拠であります。오늘도우리가살아가고있다면、그것은하나님께서당신을사랑하신그증거입니다。神様の愛の形として今日も私たちは存在をしているんです。우리가오늘하나님의그사랑의 형상으로오늘도살아갑니다。故に私たちはすべてが
どんな人でも尊い存在なんです。 그렇기에 우리들 모든 이가 하나님에서 귀한 존귀한 자입니다. 宝物のような存在です。 보물 같은 자입니다. そして逆を言えば 그리고 반대로 말한다면 それは私たちにとってもそうなんです。 우리들에게 있어서도 그렇습니다. 新しい命が誕生したということなら 새로운 생명이 탄생했다고 한다면 その命には間違いなく助け手が必要なんです。 그 사람에게는 틀림없이 도움의 손길이 필요합니다. 親の助け必要なんです。 부모의 손길이 필요합니다. 新しく生まれた命が成長するために 새로운 생명이 성장하기 위해서 彼らが生きていくために 그들이 살아가기 위해서 親の助けは必ず必要なんです。 부모의 도움은 반드시 필요합니다. 親の力が必要なんです。 부모의 힘이 필요합니다. 一人で自分だけで成長できないんです。 혼자서 자신 스스로 성장할 수 없습니다. それと同じです。 그와 동일합니다. 神様によって創造された私たちは 하나님의 예수 침을 받은 우리들 神様の存在が必要なんだということを教えてるんです。 하나님의 존재가 필요함을 가르쳐 주십니다. 神様の助けが必要です。 하나님의 도우심이 필요합니다. 神様の守りが必要です。 하나님의 보호하심이 필요합니다. 神様と一緒に生きることが必要なんです。 하나님과 함께 살아가는 것이 필요합니다. 神様の守りがなければ 하나님의 보호하심이 없이는 私たちは一瞬たりとも生きていくことのできない存在なんです。 우리는 한순간도 살아갈 수 없는 존재입니다. 私の息子が生まれた時ですね。 제 아들이 태어났을 때입니다. もうそれは私たちにとっても喜びでしかなかったわけです。 그것은 정말 우리들에게 있어서도 기쁨밖에 되지 못했습니다. 20년 待って ようやく与えられた子供でした。 20년이 기다린 후에 겨우 허락된 아들입니다. もう喜びでしかないわけですよね。 정말 기쁨입니다. しかし子育てということのことに関しては初めてのことで大変なこともいっぱいあるんです。 하지만 육아에 대해서는 처음이기에 더 정말 어려운 일들이 많았습니다. ある時こういうことありました。 어떤 때는 이런 일이 있었습니다. 彼が 誕生してから 6ヶ月ぐらいが 過ぎた頃です。 그가 태어나서 6개월 정도 지났을 때입니다. 私が手に持っていた携帯をテーブルに置くために 彼から 一瞬目を離したわけですね。 제가 손에 쥐었던 그 핸드폰을 테이블 위에 놓기 위해서 잠깐 눈을 뗐습니다. 네, 테이블에 携帯を置い て もう一度彼の方に向いた時にはもうすでに時遅かったんです。 제가 테이블 위에 핸드폰을 놓고 아기에게 돌아왔을 때는 조금 늦었습니다. 베드の上から彼はもう真っ逆さにバーン落ちたわけですね。 침대 위에서 그대로 떨어졌습니다. もうあの時のことを思い出すと今ももう心が震える思いです。 제가 그때를 생각한다면 지금도 마음이 들립니다. 親の目が一瞬離れただけです。 부모의 그 눈이 잠시 떨어졌을 때입니다. しかしその一瞬離れただけでも子供は生きていくことできないんです。 잠시 떨어진 그 순간도 아이는 살아갈 수 없습니다. 何を教えているでしょう? 무엇을 가르쳐 주십니까? 神様によって創造された私たちは 하나님의 위에서 침을 받은 우리들은 神様から離れて生きていくことなんてできないということです。 하나님을 멀리해서 우리가 살아갈 수 없다는 존재입니다. 今は様々な難しいことが起こる時代です。 특별히 지금은 더 여러 가지 많은 일들이 일어나는 시대입니다. 心騒がせる出来事がもう次々に起こる時代です。 마음을 요동케 하는 많은 일들이 계속해서 일어납니다. 願ってもいない悪いことが起こったりする時代なんです。 바라지 않는 그러한 안 좋은 일들이 계속해서 일어납니다. まさかこんなことが思えることが現実に起こる時代です。 설마 이런 일이라는 일들이 현실에 일어납니다. もし神様と一緒にいなかったら 만약 하나님과 함께 하지 못했다면 私は 今 どのように生きていただろうかなって考えますね。 내가 지금 어떻게 살아가고 있을까라는 생각을 합니다. しかし驚くことがあるんです。 하지만 놀라운 일이 있습니다. 問題はあります。 문제는 있습니다. 将来に対する不安もあるんです。 장래에 대한 그 불안도 있습니다. しかし驚くことは 하지만 놀라운 것은 私の心には平安があるということです。 내 마음에는 평안이 있다라는 것입니다. 私の心には基本的に 安心が流れているということです。 내 마음에는 기본적으로 안심이 흘러넘친다라는 것입니다. 大丈夫なんだって。 괜찮다. 必ず勝利できるんだという確信がある。 반드시 승리할 수 있다라는 확신입니다. どれだけ大きな問題が襲ってきたとしても 아무리 큰 문제가 나를 덮친다 할지라도 私の中には常に平安が入ってくるということです。 내 마음에는 언제나 평안이 임합니다. 私の心を今も支配しているのは 내 마음을 지금도 지배하는 것은 そう、大丈夫なんだという 안심感ですよね。 그래, 괜찮다라는 그런 안심입니다. なぜそのようなことが起こっているんでしょう? 왜 그런 일이 일어난 것입니까? 天の父と一緒に生きているからです。 하나님 아버지와 함께 살아가기 때문입니다. 神様と一緒に生きているからです。 하나님과 함께 살아가고 있기 때문입니다. 神様を信じて生きているからなんです。 하나님을 믿고 살아가기 때문입니다. だから私の心に流れているのはいつもその平安なんです。 그렇게 내 마음에 흘러넘치는 것은 항상 평안입니다. 問題あるんです。 문제는 있습니다. 苦しみないことじゃないんです。 괴로움이 없는 것이 아닙니다. 将来 に対する不安なんていくらでもあるんです。 장래에 대한 그 불안은 얼마든지 있습니다. しかしそれらのものにとらわれて生きるんじゃなくて하지만 그런 것에 붙잡혀서 살아가는 것이 아니라 それらのものから
解放されて生きることができる。그런것에서해방되어살아갈수있습니다。それらのものにとらわれるんじゃなくて、그런것에붙잡히는것이아니라、逆に平安に支配されて、오히려평안으로지배당합니다。喜びに支配されて生きる。기쁨으로지배다받고살아갑니다。そうできる原因は、그렇게할수있는원인은、私がいつも天のお父さんと一緒に生きているからなんです。제가항상하늘의아버지와함께살아가고있기때문입니다。私の息子は、내아들은、私のこの家庭にどのような問題があるのかとかっていうようなことは一切知らないわけですね。이가정에어떠한문제가있는가일체모릅니다。仕事もしないわけですね。아무려고도하지않습니다。そんなこと関心もないわけですね。관심도없습니다。ただ彼はお父さんお母さんと一緒にいるだけで幸せだということです。아빠아빠와함께있는것그것만으로행복하다는것입니다。お父さんお母さんと一緒にいることさえできれば彼はそれだけで安心を得ることができる。엄마아빠와함께같이있기만한다면그는평안을누립니다。お父さんお母さんとただ一緒にいるだけで彼は喜ぶことができる。엄마아빠와항상함께있는것으로그냥기뻐합니다。なんか特別に高価なおもちゃを与えることをしなかったとしても、특별히비싼그런장난감을주지않았다할지라도、ただ彼と一緒にいる時間、그냥그와함께하는시간、彼と過ごす時間、함께지내는시간、それだけで彼の心は喜びで満たされるんです。그것으로그는그의마음을기쁨으로충만해집니다。私たちも同じです。우리들도동일하지않습니까？私たちを作られた神様と一緒に時間を過ごすんです。우리를지으신하나님과함께시간을지내는것입니다。神様と一緒に生きるんです。하나님과함께살아가는것입니다。その結果与えられるのは平安なんです。그결과허락되는것은평안입니다。喜びであり安心感です。기쁨이며안심감입니다。恐れも不安も消え去ります。두려움과불안도사라집니다。悩みも心配も過ぎ去るんです。고민도걱정도사라집니다。天の父を見上げるとき、하나님아버지를바라볼때、そのお方の大きさに圧倒されてしまうんです。그분의그크심에압도당하는것입니다。そして今まで問題だと考えていたことがどん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 小さくなっていくことです。이때까지문제라고생각했던것들이점점점점작아집니다。あまりにも天のお父さんの存在が大きいから。너무나도하나님아버지가존재가너무크기에。で、お父さんって子供にとってそういう存在なんですよね。아버지라는그존재가바로아이들에게있어서그런존재입니다。子供にとってお父さんって大きな存在です。아이에게있어서아버지의존재는큽니다。お父さんさえいれば何でもできるって子供考えてるんです。아버지만있다면뭐든지할수있다라고생각합니다。私たちもそう信じてよいんです。우리들도그렇게믿어도됩니다。天のお父さんといれば何でもできるって信じてよいんです。아버지와함께한다면뭐든지할수있다라고믿으면됩니다。お父さんって子供にとってそういう存在なんです。아버지는아이들에게있어서그런존재입니다。何でもできる存在だって信じてるんです。뭐든지할수있다라는그존재로믿으시면됩니다。もちろんこの世の親はできること限られています。물론이세상의부모는할수있는것이한계가있습니다。やがて子供たちも親の不完全さに直面して、この失望することも起こるでしょう。물론부모의그불안전함에대해서실망할때도분명히있을것입니다。なんだ親も人間なんかって真実を知ってしまうことも起こるでしょう。아내부모도인간이구나라는그진실을깨닫게될때가있을것입니다。しかし、하지만私たちの天のお父さんは本当にパーフェクト、何でもできます。우리들의하나님아버지는퍼펙트뭐든지하실수있습니다。不可能はありません。불가능은없습니니다。私たちの天の父である神様は全能なる神様。우리의하나님아버지는전능하신분이십니다。完全です。완전하십니다。無限です。무한하십니다。永遠です。영원하십니다。力ある方です。힘이있으신분이십니다。意図高きお方です。너무나도지극히높으십니다。何物にも比べることできないお方です。무엇과도비교할수없는분이십니다。それぐらい優れたお方です。그정도로뛰어나신분이십니다。王の王、主の主です。왕의왕중의왕이며주의주입니다。すべてを支配しているお方。모든것을지배하시는분입니다。万物を保っておられる方です。万物を지시고지키시는분이십니다。今日の御言葉は詩編24編が語っているメッセージなんでしょう。오늘시편24편이메시이말씀에서주는메시지는무엇입니까？そのお方と一緒に生きるようにというメッセージです。그분과항상함께살아가기를하는그메시지입니다。そのお方と一緒に歩んでくださいということです。그분과함께나아가라라는그메시지입니다。神様をお迎えして生きることができるように。하나님을맞이하고살아갈수있게。その人は、그사람은、五節に書かれてあるように、五절에기록되어있듯이、祝福を受けて生きることができるんです。여호와께복을받고살아갈수있습니다。具体的にどんな祝福でしょう？구체적인어떤복입니까？平安という祝福です。平安이라는복입니다。安心という祝福です。안심이라는복입니다。恐れと不安が消え去る祝福です。두려움과불안이사라지는복입니다。悩みと心配にとらわれない祝福です。고민과걱정에붙잡히지않는복입니다。将来に対する否定的な思いが消え去る祝福です。미래에대한그불안
불안이 사라지는 복입니다. 어떤 상황이 아っても 감사가 흐르てくる. 어떤 상황에서도 감사가 넘치고 찬미가 미치아흐르てきる 축복. 찬양이 넘치는 축복. その人から喜びが消え去ることはないんだという 축복です. 그 사람에게서는 기쁨이 사라지지 않는다라는 축복입니다. 何よりも 私たちと 神様との 관계というのは 무엇보다도 우리와 하나님과의 그 관계랑 お父さんと子供という 関係であります. 아버지와 자식과의 그 관계입니다. 요한의 1장 12절을 읽어보시죠. 요한복음 1장 12절 말씀입니다. しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった. 아멘. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 네. 예수 그리스도를 신지 믿기를 히토테 도유 히토데쇼. 예수 그리스도를 믿고 살아가는 사람들은 어떤 사람들입니까? 하나님의 것도 사れる 특권이 아타이라레테 이키테이루 히토데스. 하나님의 그 자녀가 되는 권세가 허락된 사람들입니다. 하나님은 와타시노 오토산 토시테. 하나님을 나의 아버지로. 와타시가 소노 하나님의 코도모토 나루 코토가 데키루 토유 토켄데스. 내가 그 하나님의 자녀가 되는 그 권세입니다. 하나님과 와타시가 오야코노 관계니아. 하나님과 우리 하나님과 내가 부모와 자식 간의 관계입니다. 오야코노 관계니 아르토와 도유 코토데쇼. 부모 자식 간의 그 관계란 어떠한 것입니까? 오토산 하나님의 마무리가 무조건데 아르 도유 코토데. 하나님의 그 보호하심이 무조건적으로 부어집니다. 하나님은 코도모데아르 와타시타치 타스케루 토유 코토데. 하나님께서는 자녀인 우리들을 도우실 것입니다. 코데아르 와타시타치 아이스루 토유 코토데. 자녀인 우리들을 사랑하실 것입니다. 코데아르 와타시타치카라 오스레토 쿠만오 토리노조이테 쿠레루 토유 코토데. 자녀인 우리들에게서 불안과 두려움을 제하시는 코데아르 와타시타치카라 이타미모 야마이모 토리노조이테 쿠레루 토유 코토데. 자녀인 우리들에게서 모든 아픔도 슬픔도 다 제하시는 것입니다. 간센나 카미사마노 호고 오시에테 쿠데스. 완전한 하나님의 그 법을 가르쳐 줍니다. 시편 120편 보호를 가르쳐 줍니다. 시편 121편 です. 시편 121편 121편입니다. 5절 8절 5절 8절입니다. 主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを幾にも貝類も今より常しえまでも守られる。 아멘。 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 날도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 한 단을 면하게 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. なんという力強い御言葉でしょう. 얼마나 힘 있는 이 말씀이십니까? 守るだろうではありません. 지킬 것이다가 아닙니다. 守られるかもしれないでもないです. 지킬지도 모른다가 아닙니다. 守るって言ってるんです. 지키신다. 守られると言ってるんです. 지키시리로다 하십니다. 確信なんです. 이거는 확신입니다. 아이마이나 약속じゃないんです. 애매한 약속이 아닙니다. 神様の守りは確実であることを教えてる. 하나님의 그 보호하심이 확실하다라는 것입니다. 私たちに対する神様の守りは確実です. 우리들을 향하신 하나님의 그 보호는 확실합니다. 神様の助けは私たちの人生に現実にあります. 하나님의 그 도우심은 우리들의 인생의 현실로 드러납니다. 私たちは必ず守られます. 우리들은 반드시 보호하심을 받습니다. 必ず救われます. 그리고 반드시 구원을 입을 것입니다. 必ず癒されます. 반드시 치유될 것입니다. 最後は勝利します. 마지막은 승리할 것입니다. 最後は勝利します. 마지막은 승리할 것입니다. 普通の勝利じゃないです. 보통의 승리가 아닙니다. 圧倒的な勝利です. 압도적인 승리입니다. ローマ 8章 35節 から 37節 です. 로마서 8장 35から37節。35節から37節。 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢饉ですか？裸ですか？危険ですか？釣りですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは捕らえる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アメン。 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 한 날이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이냐 위험이나 칼이냐 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽음을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 하리라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 아멘. 간단과 아리마스. 간단도 있습니다. 그리심이와 아리마스. 그리고 괴롬도 있습니다. 박해가이모 아르시 기겐모 아리마스. 박해나 기근이나 모든 것이 있습니다. 하지만 그 안에 있어도 우리는
도덕적인 승리자가 되어 이길 수가 있습니다. 그런 가운데서도 우리는 넉넉히 이기는 그런 승리자가 될 수 있습니다. 학가의 가운데 가슴이나가라 크라이 가운데 이기는 じゃない. 밖에 가운데 슬퍼하면서 어두운 얼굴로 살아가는 것이 아닙니다. 강난의 가운데 우리의 인생은 뭐 끝났다고 이때 이기는 じゃない. 그 기근 가운데 내 인생은 끝났구나라고 살아가는 것이 아닙니다. 그 가운데도 가야 돼 이길 것도 이길. 그 가운데서도 빛을 바라며 살아갈 수 있다는 것입니다. 그 가운데도 요로코미 나가라 이길 것도 이길. 그 가운데서도 기뻐하며 살아간다는 것입니다. 강난의 만나가데 시오 삼비시 이길 것도 이길. 정말 그 한난의 그 중심에서 하나님의 찬양하여 살아갈 수 있습니다. 학가의 타다 나가데 승리를 선언시 나가라 이길 것도 이길. 밖의 그 중심에서 승리를 선포하고 살아가는 것입니다. 그것은 하나님과 함께 이기는 사람이 아타이라れている 특권이あります. 그것은 하나님과 함께 살아가는 자들에 대한 그 특별한 특권입니다. 하나님의 마무리를 知っているんです. 하나님의 그 보호하심을 알고 있는 것입니다. 하나님의 도우심을 知っているんです. 하나님의 도우심을 알고 있는 것입니다. 하나님은 이츠모 와타시타치니토테 요이 오카타 데아루코토를 知っているんです. 하나님은 항상 우리에게서서 선하신 분이심을 가르쳐 알고 있습니다. 소레나노니 도우시테 와타시타치와 코레 이조 오소레루코토 아루데쇼카. 그럼에도 불구하고 우리가 어찌하여 두려워하고 살아갈 수 있겠습니까? 何をそんなに心配して不安になっているんでしょうか? 무엇을 그렇게 두려워하며 불안에 떨고 있습니까? なぜそんなに焦って怒っているんでしょうか? 그렇게 조급해하며 화를 내고 있는 것입니까? 시편 103편 읽어보죠. 시편 103편 말씀 읽습니다. 1절부터 5절까지. 1절부터 5절까지. 와가 다마시요 시오 호메다다이요. 와다시노 우치니 아루 스베테노 모네요. 세이나노 미나오 호메다다이요. 我が 魂を 主を 褒めたたえよ 主のよくしてくださったことを 何一つ忘れるな 主はあなたのすべての咎を許し あなたのすべての病を癒し あなたの命を穴からあがない あなたに恵みと憐れみとの冠を被らせ あなたの一生を良いもので満たされる あなたの若さはわしのように新しくなる アメン. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸에서 속량하시고 인자와 긍휼로 간을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 아멘. 네. 고고데노 포인트는 2절입니다. 이 말씀의 포인트는 2절입니다. 주노 욕시테 그다사타 코토 나니 히토츠 와스레라. 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 이마노 와타시가 아루노와 카미사마노 마무리가 아타카라데스. 지금의 제가 있다는 것은 하나님의 보호하심이 있었기 때문입니다. 이마노 미나사마노 인생이 아르노와 지금의 여러분들의 그 인생이 있다는 것은 카미사마가 토니 이테쿠레타카라데스. 하나님께서 함께 해주셨기 때문입니다. 카미사마가 요크시테쿠레타카라데스. 하나님께서 너무 좋은 것으로 하셨기 때문입니다. 카미사마노 오카게데 와타시타치와 이마노 인생이 아르토이코토데스. 하나님 덕분으로 지금의 인생이 인생이 허락되었다는 것입니다. 이마마데노 인생의 나카데모 카미사마 요크시테쿠레타카라데스. 지금까지 인생에서도 하나님께서는 너무 선하신 것을 베풀어 주셨습니다. 이마마데모 타악산노 메그미오 크레타데스. 이때까지는 너무나도 큰 은혜를 허락하셨습니다. 카미사마노 축복과 미치 아흐레테이탄데스. 하나님의 그 축복이 차고 넘쳤습니다. 소데 아르나라 これからも大丈夫なんだということです。以前ほどで健全なのでしょうか。これからも神様は私たちを良くしてくれる。以前ほどで神様は私たちを良くしてくれる。これからも祝福してくれる。これからも神の恵みは与えられる。以前ほどで神の恵みは尽きないんだって教えてくれる。今より遠く島で私たちを守られる。지금부터영원까지우리는보호함을입을것입니다。 私たちを背負われるという約束の御言葉です。イマリが伝えられるとあなたにけそ우리를おぶしりがあの約束いますので。イエスキリストは今のようです。イエス님은今のようですね。共におられるんです。함께하십니다。主の慈しみと恵みとはいつも私たちを追ってくるんです。主님의그은혜와인자하심이항상우리를따를것입니다。今までもそうだったようにこれからもそうなんだ。이때까지그랬듯이이제부터도그럴것입니다。今日 恐れと不安にとらわれている人いるでしょうか。おね、두려움과불안에떨고있는사람들이있습니까。思い煩いにはまり込んでいる人いるでしょうか。걱정근심에빠져있는자가있습니까。父の中で安心が与えられること願います。아버지안에서安심이부어지기를바랍니다。天の父の中にある喜びが回復されること願います。천국에있는그아버지의그기쁨이회복되기를바랍니다。勝利が回復されること願います。승리가회복되기를바랍니다。 모든 근심이 사라지기를。全ての不安が逃げ去るように。모든 두려움이 사라지기를。全ての心配から解放されるようにね。모든 걱정에서 해방되기를 바랍니다。ではもう一つ行きましょう。
私たちが今週も平安の中で生きるために必要なことは何でしょう。우리가이번주도평안가운데살아가기위해서필요한것은무엇입니까？それは天の父を迎え入れることです。하나님아버지를온전히 맞아들이는것입니다。天の父に入ってきていただくことです。하나님아버지께서내안에들어와주시기를바라는것입니다。天の父に入ってきていただくためには。하나님아버지께서내안에들어와주시기위해서는私たちが門を上げることです。우리들이문을여는것입니다。戸を上げることなんです。문을드는것입니다。今日の御言葉の7節から10節もう一度読みましょう。오늘말씀의7절부터10절까지다시봅니다。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある種、戦いに力ある種。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王。アメン。アメン。일을찾는문들아너희머리를들지어다영원한문들아들지어다영광의왕이들어가시리로다영광의왕이누구시냐강하고능한여호와시오전쟁에능한여호와시로다문들아너희머리를들지어다영원한문들아들지어다영광의왕이들어가시리로다영광의왕이누구시냐만군의여호와께서곧영광의왕이시로다栄光の王が入ってくると言ってます。영광의왕이들어가신다라는말씀을합니다。栄光の王誰でしょう。영광의왕누구십니까。強く力ある主です。강하고능하신여호와십니다。戦いに力ある主です。전쟁에능하신여호와십니다。栄光の王って誰でしょう。영광의왕이누구십니까。万軍の主であります。바로만군의주되십니다。私たちを信じる神様、天のお父様は栄光の王なんです。바로하나님우리가믿고있는하나님의하나님은영광의왕되십니다。そのお方が王であるって語る。그분이왕되심을말씀합니다。良い王の下で生きることのできる民は幸いです。정말좋은왕아래에서살아가는것은복됩니다。誰が王となるのか。누가왕이되는가。私たちの人生でとても重要なことです。우리들의인생에서는참으로중요합니다。だから人々は誰が大統領になるのかとても関심を持っています。그렇기에사람들이누가대통령이되는가거기에관심을가집니다。誰が王になるかによって自分たちの生活に影響を与えるからです。누가왕이되는가에의해서자신들의생활에영향을주기때문입니다。자私たちの王って誰なんでしょう。그렇다면우리의왕은누구입니까。天の父なる神様。하나님아버지되십니다。救い主であるイエスキリストです。구원자의신예수님이십니다。このお方が私たちの王となってくれる。그분이바로우리들의왕이되어주십니다。この王とは強いお方です。그분은강하신분입니다。力ある方です。힘있는분이십니다。戦いに力ある方です。그리고전쟁에능하신분이십니다。勝利できるお方です。승리하실수있는분입니다。問題の中で勝利与えるお方です。문제가운데승리를취하시는분입니다。敵の攻撃から守ってくれるお方です。원수의그공격에서보호하시는분이십니다。その方は万軍の主である。그분은만군의왕되십니다。その意味は。すべ収めておられるという意味です。모든것을지배하시고통치하신다라는의미입니다。またその支配は永遠であることを教えています。그리고그지배는영원할것이다라는것을가르쳐줍니다。神様の力は永遠です。하나님의능력은영원합니다。神様の強さは永遠です。하나님의강함은영원하십니다。栄光の王の支配はいよいよ限りなく続きます。영광의왕의그지배는끊임없이허락될것입니다。ある一定の期間だけじゃないです。어느일정한기간뿐만이아닙니다。この世の王は永遠じゃないです。이세상의왕은영원하지않습니다。いつも変わります。항상변합니다。時代とともに過ぎ去るんです。시간과함께지나갑니다。どれだけ良い王であっても、아무리좋은왕이라할지라도、50年も60年も王でいることはできません。50년60년왕으로있을수없습니다。変わらなきゃならない時が来るんです。변하지않으면안되는그때가있습니다。しかし私たちの誠の王である神様は永遠に変わらない。하지만우리들의참된왕되신여호와는영원히변하지않습니다。その支配は永遠です。그지배는영원합니다。終わりはないんです。끝이없습니다。永遠に力強くて。영원히능하시강하시고。永遠にすべを治めるお方です。영원히모든것을통치하시는분이십니다。もし私たちが門を上げるなら。만약우리들이문을들다면。栄光の王が私の中に入ってきてくれる。그영광의왕이우리들속에들어오실것입니다。私たちが戸を上げるならば。우리가그문을든다면。力ある王が私の中に入ってくれる。힘을주신그여왕이우리들속에가하시게됩니다。栄光の王が私と共に住んでくださる。영광의왕이우리들과함께하십니다。묵시록3章20節読みましょう。요한계시록3장20절말씀보겠습니다。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。アメン。
볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아멘.今日あなたの門を開けるようにって主が招いておられます。 오늘 주님께서 당신의 그 문을 열기를 주님은 바라십니다. あなたの心の戸を開けるように主があなたを励ましています。 주님께서는 당신의 그 마음의 문을 열기를 주님은 격려하십니다. 주여, 기대 ください. 주님 임하시옵소서. 주여, 나를 오사메테 ください. 주님 나를 통치하십시오. 주여, 나를 다스케테 ください. 주님 나를 도와주십시오. 나의 가족을 救ってく ください. 주님 나의 가족을 구원하십시오. 주여, 나의 문제를 해결해 주십시오. 주님 내 문제를 해결해 주십시오. 주여. 주님, 주여, 주님, 주여, 주님, そう叫ぶことができるならば, 그렇게 외칠 수만 있다면, 주와 その人の中に喜んで 入ってきてくれる. 주님께서는 기뻐하시며 그 사람의 안에 들어가실 것입니다. 영광의 왕아나타の中に 入ってきてくださって, あなたと一緒に食事すると言ってる. 영광의 왕 되신 그 주님이 당신 안에 들어가서 당신과 함께 더불어 먹으리라 말씀하십니다. 食事をするということは, 식사한다는 것은 특별한 관계가 結ばれたことを 의미します. 특별한 관계가 맺어졌다, 관계를 맺었다라는 것을 의미합니다. 특별한 관계というのは 가족 관계를 말합니다. 특별한 관계 바로 가족 관계를 뜻합니다. 神が 父であり, 私たちはその子供という 관계です. 하나님께서 바로 아버지시며 우리들이 자녀 된다는 것입니다. その関係は 永遠です. 그 관계는 영원합니다. 終わらないです. 끝나지 않습니다. 永遠に 영광의 왕と 食事 する 관계です. 영원히 영광의 왕 되신 주님과 식사하는 관계입니다. 神様を 迎え入れる その瞬間から 하나님을 맞이하는 그 순간부터 その人は 永遠の 守りの 中に 置かれます. 그는 영원한 그 보호하신 안으로 들어가게 됩니다. 永遠の 助けの 中に 置かれます. 영원한 그 도우심 안으로 들어가게 됩니다. 永遠の 喜びの 中に 置かれます. 영원한 그 기쁨 가운데 들어가게 됩니다. 永遠の 안심, 영원한 안심, 永遠の 平安, 영원한 평안, 完全なる 救いの 中で 生きることが 되기, 완전한 구원 가운데 사는 것입니다. もし私たちの 中に 平安が 나이 ならば, 만약 우리들 속에 평안이 없다면, その 이유の 1つ 何でしょう? 그 이유의 한 가지는 무엇입니까? 天の 父 以外のものを見ているからです. 하나님 아버지 그 위의 것을 보고 있기 때문입니다. 天の 父 以外の何かを求めているからです. 하나님 아버지 그 위에 무언가를 구하고 있기 때문입니다. 天の 父 以外の何か別のものによって 安心を得ようとしているからです. 하나님 위에 다른 것을 가지고 얻으며 안심을 누리고 자기 때문입니다. この世にあるもので 안심을得ようと思っても それは 무나시고 終わってしまうんです. 이 세상에 있는 것으로 안심을 얻고자 해도 그것은 정말 허무하게 끝납니다. 他の何かに 평안을 求めようと思っても 다른 무언가에게 평안을 구한다 할지라도 아래를 求めて これも 必死になって 평안을 得ようとしても 이것을 구하고 저것을 구하고 열심으로 평안을 구하고 얻고자 한대도 永遠に 평안은 来ません. 영원히 평안을 임하지 않습니다. 나사라바 왜냐하면 本当の 안심とは 오父さんのところに帰った時に来るからなんです. 참된 안식은 아버지께로 돌아갔을 때 주어집니다. 오父さんの膝の上に座った瞬間から 喜びと 안심이 来るんです. 아버지의 그 무릎 위에 앉은 그 순간부터 참된 평안이 임하는 것입니다. 오父さんと一緒に生きることさえできるなら 아버지와 함께 살아갈 수만 있다면 何가 아っても 平安です. 뭐 어떠한 일이 있더라도 평안합니다. 何가 起こっても 勝利できます. 어떠한 일이 주어져도 승리할 수 있습니다. 주와 아나타오 마무르 가다. 주님은 당신을 지키시는 분입니다. 이끄니모 가이르니모 아나타오 마무르 그레로 가다. 가도 가는 길도 오는 길도 모든 것을 지키시는 분입니다. 소모 마무리와 에이엔 도고시니 쓰기마스. 그 보호는 영원하게 이어집니다. 고시모 슈가 이번 한 주도 에고노 王と一緒に食事しながら歩んでいきましょう. 영광의 왕 되신 주님과 더불어 먹으며 살아가기를 바랍니다. この方と一緒に行きましょう. 이분과 함께 삽시다. 今日お父さんの膝の上に座りましょう. 오늘 아버지의 그 무릎 위에 앉읍시다. お父さん喜んでそれを受け取ってくれます. 아버지께서는 기뻐하며 그것을 받아주시겠습니다. お祈りしましょう. 기도하겠습니다. 할렐루야 天のお父様 감사します. 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 今日も与えてくださる祝福の御言葉 感謝します. 오늘 돌아가신 이 축복의 말씀에 감사합니다. 栄光の王 あなたをお父さんと呼べる特権に 感謝します. 영광의 왕 되신 주님 당신을 아버지라고 부를 수 있는 이 특권에 감사합니다. 力ある神様を 私のお父さんとできる幸いに感謝します. 힘 있는 능력 있으신 그 강하신 분을 아버지로 우리가 부를 수 있게 감사드립니다. あなたが一緒だから
주님이 함께 하시기에 우리たちは 今日も 平安です. 우리들이 오늘도 평안합니다. 今日も 感謝です. 오늘도 감사합니다. 今日も 喜びます. 오늘도 기뻐하겠습니다. あなたを 見上げます. 주님을 바라봅니다. あなたと一緒に行きます. 주님과 함께 살겠습니다. 今週も1週間 이번 한 주도 天のお父さんに導かれて生きる1週間であるように 祝福してください. 하나님 아버지 위에서 인도되어 나아가는 한 주가 되도록 축복하여 주옵소서. 할렐루야. 감사합니다. 감사합니다. 모든에 감사して 오늘 あなたの御前にお捧げ物をいたします. 오늘도 주님 앞에 헌물을 드립니다. どうぞ聖別して受けてください. 주님 받으시고 구별하여 주옵소서. 捧げる手を祝福してください. 드리는 손길을 축복하여 주옵소서. 誰一人経済的苦しむことがないように助けてください. 누가 안에 경제적으로 힘들지 않도록 주님 도와주옵소서. あなたの祝福で満たしてください. 주님의 축복으로 채워주옵소서. また今週も1週間健康であるように祝福してください. 이번 주도 건강하도록 축복하여 주옵소서. 病があれば 癒されますように. 병이 있다면 치유되게 하시옵소서. 주가 흐르게 주옵소서. 주님께서 만져주옵소서. 감사합니다. 감사합니다. 신지ます. 믿습니다. 영광을 주님께 捧げます. 영광을 주님께 돌려드립니다. 예수様の 皆によって 오인도します. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 今週も 勝利です. 이번 주 승리입니다. 영광의 왕と 一緒に 歩んでまいりましょう. 영광의 왕과 함께 살아갑시다. 할렐루야. 할렐루야.